中国と日本のラブの違い発表します。テーマを選んだ理由。ラーメンとはトッピングの違い、味の違い、生徒の違い、ラーメンの価格、おすすめのラーメンやまとめの順で発表します。このテーマにしたの理由は、チームの全員はラーメンが好きだったら、2番目はラーメンが好きな人が生活の中にはたくさんいるから多くの人に興味を持ってもらえる。3番目は中国と日本のラーメンの違いを発信し、特徴がそれぞれ異なることを知ってもらうため。ラーメンとは何かです。中国人が日本に来てラーメンを伝えたことが始まりです。それから日本独自のラーメンが誕生しました。まず中国のラーメンとは何かです。今回は中国でも大人気な担々麺の企画します。中国の担々麺はコシレオの香りが強く、麺の種類が豊富です。一方日本のラーメンは醤油ベースのスープに具材がたっぷり入っています。次にトッピングの違いです。中国の担々麺のトッピングは主に朝から肉というピリ辛のひき肉やピーナッツ、パクチー、小松菜やほうれん草です。日本のラーメンのトッピングは主にチャッシューやもやし、タルト、卵やメンマです。ここでは肉とパクチーを取り上げて比較します。まず肉に関しては、中国の担々麺はスライスや道切りが多いです。日本のラーメンはチャッシューがほとんどです。次にパクチーに関しては、中国の麺料理はよく使われていますが、日本のラーメンには使われていません。このようなトッピングの違いから、日本と中国では異なることが分かりました。中国のラーメンは比較的野菜が多いですが、日本のラーメンは卵やメンマなどの野菜、ナルトなど具材に共通点はなく、バラバラな印象があります。また中国と日本のラーメン、どちらにもお肉が入っていますが、切り方が異なることで食感や見た目も別のものとなっています。次に味の違いについてです。中国の担々麺の味はラー油とコチュジャン由来のピリッとした辛さがあります。また山椒の独特な辛さもあります。香りには炒めた一気肉とごま油から得られる豊かな風味が添えてられています。日本の麺類の味は味噌や醤油、豚骨、二郎系がある種類が豊富です。分かったことです。日本のラーメンは年齢を問わず食べられる味が多いです。中国の担々麺がスパイスな味がする理由は、地元の気候が高温体質であるからです。同じ担々麺でも四川省の異なる地域で食材や味が変わります。生徒の違い。日本で麺はチャーハンや餃子などと一緒に食べられることが多いです。中国では麺だけを主食として食べることが一般的です。この違いには理由は、中国で食事をする場合、主食は一つだけです。麺とご飯の味は全く異なりますが、中国人はこの組み合わせはあまり好みません。しかし日本では人々は様々な主食を楽しむことに流れています。ご飯とラーメンの濃厚なスープを組み合わせて、ユニーク組み合わせを体験できます。中国で麺が主食であり、ご飯と一緒に食べることがほとんどありません。日本ではスープの中でご飯を入れてスープまで食べる。日本はラーメン一杯では満足しないと考える人が多い。
ラーメンの値段について、中国のラーメンの価格は100円から500円とワンコインで食べることができ、とても安いです。ですが、中国にある日本企業のラーメン屋だと2000円程度するそうで、日本よりも高く売られており、高級なラーメンとなっております。それに比べて日本のラーメンは安くて700円ぐらいからで、大体は1500円ほどします。これらから分かったことは、物価の差があるが比較的日本のラーメンは高く、中国でも日本のラーメン屋は高いです。また中国のラーメンは安いのに量も豊富で美味しいです。最後に皆さんにおすすめの日本のラーメンを3つ紹介します。まず1つ目は一蘭です。一蘭はメニューを多様化せず、天然豚骨ラーメンだけを販売しています。一番近いところで、名駅から4分のところにあります。ここは仕切りがあり、個室で食べれるため、一人でも行きやすいです。二つ目に、カジケンです。カジケンは油そばのお店です。ここは、アイダイの目の前にあるグローバルゲートの中にあり、一番行きやすいです。カジケンはトッピングが豊富であり、16種類ものトッピングの中で自分好みにカスタマイズできる楽しさと、スープのないヘルシーさが人気です。3つ目に一風堂です。一風堂は博多ラーメンのチェーン店であり、豚骨系であるがあっさりしているため食べやすく人気です。名駅の中のうまいもん通りというところに入っているので、ぜひ行ってみてください。最後にまとめです。中国の担々麺と日本のラーメンはトッピングが異なります。特に日本では好み分かれるパチクパクチが中国の担々麺には入っており、日本のラーメンとは味も香りも違いです。また味や見た目以外に生徒にも違いあることが分かりました。中国のラーメン屋は安いですが、日本のラーメン屋は高いです。ですが、その値段に見合った質の高さにより、どちらの国でも多くの人に愛されています。中国は地理的な場所と気候の多様性により、同じ種類の麺でも味やトッピングが異なることが分かりました。これで発表を終わります。ありがとうございました。